はい、今回はですね、ホンダの TLR200 のご紹介です。こちらのオートバイはですね、ホワイトベースでやっております。ウホ次のオーナーいい男探しますのですね、買取の1台でございます。どうもありがとうございます。はい、そうですね、買取車両という意味ですね。ホワイトベース買取やってますんでよろしくお願いします。で、TLR 初めてこのバイク見るよという人も多いと思います。でもしくはTLR というバイクがどんなバイクかということで、お調べになっているところでこの私の動画をご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども、一通り説明をしていきたいと思います。このオートバイはですね、発売されたのが1983年のことです。ずいぶん昔ですね。ずいぶん昔です。私が発売されたのがですね、1979年なので、私がこう世の中にリリースされてから4年後に現れた、ちょっと4年後輩な感じですね。はい、そんなことどうでもいいんですけども、トライアルバイク、はい、何でしょう。初めて見た人はオフロードバイクじゃないかというふうに思われると思うんです。確かにそうです。確かにオフロードバイク、オフロードを走ることができるバイクなんですけども、トライアルという競技があるんですね。トライアル、何をトライアルするんだ。普通のオフロードっていうのは、オフロード要は舗装されてないところをですね、こう飛んだり跳ねたりするっていうようなところとか、こうコーナーをこうザザザザザと走ってたりするっていうのはオフロードなんですけども、こいつの場合はですね、障害物競争なんです。もう人間の背丈の2倍ぐらいある飛び箱みたいな障害物をですね、なんかこう飛んだり跳ねたりしながら、ウィリーしたりとかしながら、あとはそのジャックナイフとかストッピーとかですね、前輪を逆ウィリーですね、その状態にしたまま、その急坂ですね、70度ぐらいの急坂をバーッと降りたりとかですね、あと岩山ですね、はい、岩山を越えてみたりとか、エキサイトバイクっていうゲームが昔あったんですけども、エキサイトバイクでこう無茶なこう岩を作ると、でCPU 参戦させるとですね、みんなこう一生懸命こう登っていく、ごちゃ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 やっていくじゃないですか。あんな感じです。はい、調べていただけると分かるんですけど、日本にもですね、トライアル非常にこう上手い方、プロの方がたくさんいらっしゃって、たくさんってわけじゃないですね、数名いらっしゃってですね、そうした方が確かビデオをYouTube 等に出してますんで見るとですね、すごいです。人知を超越した動きをしてます。バイクでこんなんできるのか。まず座りません。トライアルは立ったまま乗ります。で、立ったままほぼ動かない、なんかぴょんぴょんしてこんなんなって倒れないんですよ、まず。で、そのまま飛んだりと跳ねたり、前だけ上げて静止したりと、そういうことをやってます。面白いです、見てください。で、このオートバイは1980年前半、にですね、そのトライアル競技っていうのが流行った時があるんです。今はもう本当に一部の人しかやってないんですけども、でそこでですね、ホンダが出したですね、ホンダが参戦した時に、フォーストのですね、トライアル車で、何かの競技で優勝したようなんですね。でそれを元にしたモデルとして、これが発表されて発売されております。はい、というのが出自なんですけども、で一応ですよ、今のトライアル車、っていうと燃費とか気にしてないんですよ。競技車だからナンバーも付けられないぐらいだし、要は競技の時間帯だけ持てばいいんで、ほとんどガソリン入らないです。ただこいつの場合はですね、そうした動きもできるけれども、なおかつ、ツーリング等の走行にも使えるよというような形にするべくですね、結構大きめのトラ車にしては大きめのタンクがついてます。なので普通に乗ることもできます。ただ一人乗りです。書いてあります。この車は一人乗り用に作られております。二人乗りはやめてください。はい、って書いてあります。で、この辺キャリアっぽいのがありますけど、乗っちゃダメです。はい、一人乗りです。で、一人乗りですけど、乗るとこんな感じ。もうめっちゃ低い。一応シートはあるんですけど、お尻乗せられるようにしてあるというだけで快適なシートではないです。ただ普通にこう走れるようにはできてますんで、別にこうやって乗れないことはないです。普通に。で、通常トライアル車というのはこうやって乗ります。こうやって立ってスタンディングフォームで乗ります。で、こうやってですね、なんかゆっくり走ったり、白バイ、
白バイのトレーニングですね、において、今もそうなのかわからないんですけども、あの白バイさんがですね、あの白バイに乗る前に、こうしたトライアル車で、訓練を受けさせられるなんて話を聞いたことがありますし、なんかの DVD とか本の表紙もですね、 TLR だか TLM だかわかんないんだけど、 TLM っていうのはツーストの方ですね、あのこれはフォーストなんですけども、あのすみません、フォーストツーストっていうのはエンジンの形式の違いのことです。ツーストの方が、あのよりこう非常に扱いづらいものですね、はい、こっちフォーストの方が扱いやすいものです。で、そういうですね、トライアル車で、こう荒れ地みたいなところを走って訓練しているのが見受けられます、はい、あ、もしですね、私がこう説明している中でこの言葉わかんないよっていうのがあったらコメント欄に書いてください。私それ見つけた時に返信しますのでよろしくお願いします。一応僕自身ですね、初めてバイクを買われる方、バイク免許持ってない方、初心者の方に対してですね、わかりやすく説明するように心がけてるんですけども、どうしてもこう熱が入ってくるとですね、忘れてしまいます。すみません。はい、じゃあ執事の話、まあ、ちょっと特殊なバイクなのでこの説明長く取りましたけども、各部のですね状態等やっていこうと思うんですが、まず、指導はキックしかないです。キックですね、これは踏むことで、スタートするんですけども、優秀なことにですね、オートデコンプというものがついてます。オートデコンプ、これは何かというとですね、こうキック指導のバイクって重たいんですね。これがキックペダルが重い、でそれの重さを軽くするための装置だと思ってください。だからこうやってすぐエンジンかかっちゃいます、ね、で非常にこう安定しております。いいと思うんですか、はい、タイヤが前後非常に山が残っております、はい、前のオーナーさんが結構大事にしてたようで、どうもありがとうございます。であとはあと普通のオートバイと同じです。ウインカーがついてまして、ね、こうやって光るんですけど、ここについてますね。ハンドルはこれ純正のハンドルのようですね。でヘッドライトがオンになって、かなりハンドル切れますね。オンになってオフになって、ヘッドライト、ハイビームロービームですね、はい、であとはまあ通常通りこうブレーキを握るとランプがつくというような感じです。ただ特殊なバイクと言ってもですね、普通に走る分には何ら他のオートバイと変わらないです。ただとにかく軽いんですよ。これはすごく軽い、90キロぐらいしかないんですよ。 200cc で90キロっていうと驚異的な数字です。よいしょ、ね、はい、こっち側綺麗じゃないですか。外装も含めて結構このカラーパターンで出ないんですよ。フォークも綺麗だし、ね、ぶっ転がしたような痕跡もフォーク見受けられません。いいと思うんですか。こんな感じですね。よいしょ、はい、走行距離が4535キロとかなり走ってないです。これはでも記録は残ってないんで、要は車検証とかがないクラスのバイクなので、これを実装ですというのはなかなかその証拠のない話になってしまうんですけども、やっぱこうエンジンをかけてみてその感触で分かるんですけども、まあ これに近い数字なんじゃないのかなと思います。というのは何でかというとですね、例えばこれライトとかメーターとか取りやすくできてるんですよ。だからもしですね、これをその遊びでこう使ってた人がいたら、もしかしたら取ってたのかもしれない。その辺はよくわからないです。ただエンジン状態的には非常に良好ですね。よく 250cc クラスのオートバイでメーター読みで少ない距離をメーター読みですって言って、それだけしか言わずにメーター読みですって言えば何でもいいと思って、少ない距離をこう巻いてても何でも構わず言ったりとかする場合があるようなんですけども、僕はそのあたりはですね、はっきり言うように心がけております。はい、なので今メーター距離、走行距離の話を今僕はちょっと聞いたので、不安を覚える方もいらっしゃると思うんです。ただ250クラスの場合もそうなんですけども、メーターも消耗品なんで、特に古いバイクの場合はここじゃなくてですね、ここ以外のこういう こう機関関係のところをこう基準にして選んでもらいたいんですね。じゃあどこ見たらいいか分かんないよ、はい、どうしたらいいか分かんないよっていう人は人見て選んでください。別に私じゃなくてもいいんです。あ、こいつからだったら買ってもいいかなって思うところから買う、そのぐらいの判断基準しかないと思います。あとはうちのそのやり方としてはきちんと乗ってます。私が
はい、いいバイク屋さんの選び方とかよく聞かれるんですけど、僕自分がそんなにいいバイク屋だとは思ってないんですけども、乗ってないバイクは買えないと思います。それはもう単純な話で、僕自身こう乗って乗れてますよ、これだけやってきましたよっていうのを自分でこう表現して乗ってみて、でなおかつそれをなるべくお客さんに直接届けに行く、でお客さんの目の前でエンジンかけて、これこれこうで動画の通りですよっていうのをやるためにやってますんで、ごめんなさいね、ちょっと説明が長くなっちゃったんですけども、こうした古いオートバイを買う時の走行距離っていうのはもう本当参考までです。もうタコメーター、オドメーター、トリップメーター、オイル交換の時期を知るためのものぐらいに思ってください。はい、これこのバイクに限って話じゃないです。中古のバイクですね、もう10年以上経てばみんなそうだと思います。はい、ちょっとごめんなさい、余談長くなっちゃったんですけども、そういうわけで実際ちょっと今回ナンバーがあるんで乗ってこようと思います。はい、というわけで、ちょっと行ってみましょう。はい、じゃあ一応ですね、トライアル車っていうのがどのぐらい小回り効くかっていうのをちょっと僕頑張ってみましょうか。僕別にトライアルできるわけじゃないんですけど、1台乗ってもまあこのぐらいは回れる、いきなり乗ってもね。よっ、怖っ、すっごいゆっくりじゃないですか。でさっき言ったようにトライアル車ってこう立って乗るんですよ。でトライアル競技っていうのは足ついちゃいけないらしいですね。別に競技やってるわけじゃないんでいいと思うんですけど、ここで合ってるのかな、立ち方。あー怖いよー。こう歩くよりこうゆっくり、こうこういう風にこうバランス感覚を養うのが目的ですね。ああ怖い、こけるこける、わかります。僕みたいなトライアルやったことない素人でもこのぐらいの動きはできるわけです。かといって普通の走りができないわけでもない。止まれだ。よし。こんな感じで。非常にこのバイク静かです。全然全然なんかこううるさくはない。まあ、こんな感じで、まあ、普通にですね、やれること、普通のバイクとちょっと違う点は、今やったみたいにですね、こうなんか大きくですね、ハンドル幅が取ってありますので切れ角もすごいんです。だからこそ今みたいな道でもものすごく小回りの旋回ができるとか、すごいゆっくり走れるとか、まあ、これで1日遊んでるだけで相当バイクにの操縦に慣れることができると思います。あとやっぱ本当軽いですね。めっちゃ軽い。もうまあこれだったら倒しても起こせない人はいないです。まあこんな感じで、もうめっちゃ軽いですからね。もう90キロですよ。こうふわふわです。ほら動かすのも取り回しも全然できます。まあそういう風に作ってありますけどね。フレーム単体で計測すると多分これ7、8キロぐらいしかないと思います。そのぐらい軽いです。でまあ言わずもがなですけど、今着てますけど、こういう風にですね、まあトライアル車で遊ぶときは、まあ、それなりのこうプロテクターをつけて、やってみましょう。やって遊んでください。燃費いいですこれ。まあカタログ数値で5、60いってますけど、まあ、そんなにいかないと思いますけどね。多分リッター30ぐらい出るんじゃないですか。なので経済的でもあるし、遊べるオートバイですね。はい、というわけでうちの価格は納車価格、乗り出し価格ですね。乗ろうかな。よいしょ。いつも通りですね。
油脂類交換やですね、バッテリーやプラグの新品交換、乗り出し整備を含めた上での金額です。あとあれです、名義変更等も終わっておりますので、はい。そんなわけで TLR、この機会に、多分もうこの機会しかないです。はい、消えゆく者たちへの参加ですね。はい、1台遊びで持ってみたらいかがでしょうか。部品出ます、これ、外装は出ないですけどね、メンテ部品はまだ出ます。はい、なので楽しめるんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。